はい、こんばんは、こんにちは、それでは7回シリーズ第6回目フォローについて話をさせていただきます。今まで1回、2回、3回目、4回目、5回目、やらせていただいてるんですけど、最後というか6回目、第3のフェーズが終わった後のフォローについて話をできればなと思います。それではどうぞ。それでは、第3のフェーズからのフォローですね。この前言った2時、10時、8時、4時というこうパワーポイントになってバッティングします。バッティングを回して右肩で、右手は前に、キャッチャーミットの前に出します。で、右足もそのまま前に出します。で、前に出す方法がダメな場合はボールを押すっていうことを、3年生、4年生、5年生やった方がいいと思うので、投げた後も前もいいんですけど、自分の胸にボールを、手を引きつける、上げるっていうことも押す、ようになると思いますので、そこをフォローとして、投げたフォロー、これか前ですかということをやって、で前回、骨盤が入るやり方、このやりですね。それで右の足が前にっていうこともやってますので、それも合わせてフォローの時にやっていただきたいなと思います。それではまた。